なんか久しぶりですね。ありがとうございます。NNB のノートであるんですけど、昨日のバナナ今日満足して顔でしたか。なんかありがとうございます。笑いましょうよ一緒に。夜夕方にお腹空いたらバナナ1本かミニトマトかリンゴ、果物とか野菜食べようってなって、ロシアから、はい、え、ヘロ、大阪のナンパシティの、え、まあ、本当ですか。昨日はリンクしてくれてるの、え、見てないんだけど今から見ます。隣のバナナです。なんか変よなこれ。こっちの方が好き。あ、そう、門限なんで分かった。門限 S 氏食べた。え、どうしたらいいのこれ。待って待って待って、なんか来ました。え、オリア女子さん、ジョーさん、タオありがとうございます。ありがとう。なんで何の日、今日何の日、ありがとう。ええ、待ってください。オリア女子さん、감사합니다。감사감사감사。タオはありがとう。センチュクタワー、あ、あ、おめでとう。ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。お祝いしてもろて嬉しいです。前髪変ですよね今日。なんで今夜お疲れ様でした。マジで美味しすぎる。え、何味だろうこれ。そうだ、うん、ふんふんふん、バナナはいいですよ。バナナはいい。あ、グッドスプ行ってきた。シオン出ました。コーヒーミープーさん、ありがとうございます。バラありがとう。え、無理、うん、アキラ先生。え、マジでアキラ先生。え、ガチ本物ですか。え、アキラ先生ってショールーム見るんだ。アキラ先生ジョンだ。それおったら別のだったかもしれない。うん、私もグッドスプーン行かないといけないね。私は1週間で1日食べようってなってるんで、来週行きます。成幸さん、かわいい、ありがとう。興味出なかった。ファンの方と交換してください。マジで、お疲れ様です。皆さん、ひろがた NMB も、ね、今度26日あるんで、ぜひ来てくださいね。なおちゃん、ハートありがとう。ラジコケーキとバナナ、これ夕ご飯です。たまにいますよ、ね、今日は、え、美味しい。何カロリーだろう。めっちゃでかいんですこのバナナ。コンビニで売ってるた、うん、え、バナナ。うん、今日も可愛いですね、ありがとう。明日は、今日かった気がする。リサちゃんが初日ですよね。なんで昨日お弁当作ってなかった。なんか作ってみようと思ったんですけど、私作ったらいいものを作れるんですけど、なんかバナナでいいんかと思って。だってさ、海鮮バーベキューするから、その前にご飯よりはバナナでいいんかって思いました。えぇ、シュシュ、いいな。いや、なんかあれね、覚えようとしてたんですよ、ね、
使って花火とか見て、なんかそういうの。そう、ご飯はバナナ。え、私花火、違う、浴衣着てる男性好きです。で、あの、前、この前なんかあんまり、なんか、浴衣着てる男性好きですってもっちゃん言ってる。めっちゃ毎回言うけど、結構前に話してました。ちょっと確かに、こんばんは。全然関係ないですけど、おお、バナナ食べれるようになったん？もともと食べれなかったんですか？日本語どれぐらい勉強したんですか？勉強はあんましてないんですけど、1年半ぐらい日本に住んでます。そんなバナナって知ってる人なんですか？こいとあいのめっちゃかっこよかった。マジ見てくれましたか？私のことを。嬉しいね。ちゃんと食べてな、ありがとうございます。こんにちは。セラマソレ。なんか誕生日以来初めての配信ですかね。ドーナツちゃうよ今日は。なんか食べたくはなるけど、どうなんやろ。お昼におにぎり1個食べてるからあんまり食欲がめっちゃあるって感じではないですね。日本に住んでるけど5年方々ですか？なんで？私より先輩やん。こんばんは。今日もお疲れ様です。これは炭酸水なんですよ。チック塗ってない。今は塗ってないです。クリスピードーナツ1プラス1して金曜日に買って食べた。なんで金曜日に？あ、韓国の方か。日本やと思って。8ヶ月だけど。ああ、そうなんだ。食べれてよかったわ。アルタさんありがとうございます。火曜から大会なので応援してくれ。マナナどんな大会なの？頑張ってください。大会、花火大会。趣味を使っても、ステージ、金色、かわいい、嬉しかった。あ、髪色。ね、ありがとう。あ、髪型ね。あ、マキちゃん。そうなんや。あ、マキちゃん、ありがとう。来てくれて嬉しい。アルタさん、ありがとうございます。ナオちゃん、ありがとう。クマちゃん、ありがとうね。チクソ界のジャンプが個性すぎる。なんか、なんでみんな私の自己紹介のジャンプの時なんでみんな笑うの？ラ先生暇なんですかね。なんで？塩に気よった。今飲んでるの炭酸水です。なんかグレープフルーツ味？レモンやと思ったらグレープフルーツ味の炭酸水でした。わからないです。何の質問ですか？わからないです。何歳ぐらいだろう。どうせ次食べるとしても G1 です。でもっちゃんにレイちゃんからオフショットクセットいっぱい来てるって言って。ありがとうございます。12、ヨウジさんありがとうございます。11、ユウさんありがとうございます。10位、レイさんのオフショットクセットいっぱい来てるでって言ってって言ってた。13位、フニーさんありがとうございます。もう一回、レイさんのオフショットがツイッターにいっぱい来てるって言ってって誰か言った。なんで？10位、ジョンの人を3本ありがとうございます。9位、ヒロさんありがとうございます。8位、トップティーのショーさんありがとうございます。もっちゃんにレイちゃんからオフショットのツイートいっぱい来てるでって言った。なんでどういうこと？4位、小山さんありがとうございます。どういうこと3位、私当てにってこと？うん。2位、ヒロさんありがとうございます。第1位、何？わからん。分からん。ありがとうございます。レイさんが私に、いや、もっちゃんにレイちゃんからオフショットのツイートがいっぱい来てるでーって言ってって言って。
はにゃ？えー、なんて好きな子に振られました。好きな子私じゃん。部活の大会、頑張ってください。そう、最近韓国行ってきましたね。私も分からん。誕生日の日、生誕の日に笑うの好きでした。ありがとう、生誕嬉しかったです。めっちゃ好き。あの服こんばんは、スピリッツのオフショット。ああ、ユリアさん、ユリアピスさん、ありがとう。シオンに売られました。え、いつ？おで、いじ격리없으니、어디가 격리가 없어졌어요？マジ？韓国国籍は6月から日本人入国の時に検査なしに。マジ？え、マジですか？6月から、だから韓国人が6月から日本来たら、そのコロナの検査がなくなるってこと？怖いって。やば。最近かぶれる。ほんまにやばい。マジか。黙ります。やば。じゃあコロナの検査、隔離がないってことですか？日本の隔離。なおさん、ハートありがとう。とりあえずもっちゃんに伝えてくれてありがとう。お疲れ様でした。ラジコがめっちゃ楽しかった。ラジコね、楽しかったね。かりんさんと一緒に出たんですけど、アキラ着てみたぞ。え、ほんまですか？いや、ほんまの先生やったら、あの、また会った時にショールーム見たでって言ってください。あ、コムトースツにか。入国の時に検査も隔離も両方なくなるってこと。やば。え、それじゃなんか韓国めっちゃ行けるやん。毎日行けるやん。今行きたい場所は？お家。韓国の？実家行きたい。ブッキーさんありがとう。ペンライトありがとうね。あ、今日かな。ブッキー、ブッキー。しおみあと3日でテストない。応援してください。マヨネーゼさん、テスト頑張ってね。多分しもわからないことあったらしおのことを思い出したらいけるよ。今日キュットシップ行ってきて、しおみんのキャンバッジ当たった。うお、おめでとう、おかくんさん。おめでとう。私出たのはラッキーですね。信じてくれへん。ジオンとももかに聞いてみ。いや、ほんまに、え、もっちゃん、ほんまにあきら先生、本物？まあ偽物だったとしてもまあ大丈夫やろ。大丈夫。まあ偽物っぽい。ラインして。なんでやねん。先生ですか？ここで本物ですか？あ、予言なんだよな。え、旅行できなかったら何ができるんですか？終了ビザ？飛行機代は大変や。え、でもさ、最近検索したんですけど、1万やんな、新幹線。東京帰るのに1万円かかったらさ、なんかさ、うん、実家帰るだけなのに1万円もかかるってちょっと。だから私東京行く時もさ、飛行機乗って行く。飛行機の方が安いよね。8000円ぐらい。8000円ぐらいやんな。夜行まで行ったらさ、一番安いのって3500円とかじゃない？でも新幹線は便利やけど。便利だから最近使っちゃうけど。いや、でも関空行くのも行く日を含めたら新幹線やな。そうなんだよ。同じやん、もう。夜行はさ、ねえ。5月19日に20歳になりました。おめでとう、かずきさん。韓国語で書いてくれてね、おめでとう。15分経ちました。
はい、おぬティエマイ、おぬりティエマイ、朝にヨーグルト飲みました。どの国に行ってみたいですか？フランス行ってみたいです。フランスパンとか食べてみたいです。毎日帰るけど、まあ、ありがとう、頑張ります、頑張ってね、うん、ね、船も行ける、東京船で行けるの？あー、懇願日だ。こんばんは、めっちゃ可愛い、フォローしたよ、ラブだよ、ありがとう、たかちさん、ツイッターもフォローしてね。 LCC なら4000円ぐらい。 LCC って何ですか？あ、OK です。はい、なおちゃん、ハートありがとう。じゃあ順位の発表します。15分経ちましたので、またうん、あー、特価班。いや、でも私 LCC で行っても8000円ぐらいだったんですよね、その時は。最近仕切りないんです。仕切りないんです。なんか、はい、13位、14位かな、かな、13位、コミコーヒーミフさんありがとうございます。12位、ブッキーさんありがとうございます。あの服着てきたよな。11位、ビョンドクさんありがとうございます。10位、セヤンさんありがとうございます。9位、ジャスティン・ボーアさんありがとうございます。8位、ユリア・ピースさんありがとうございます。台湾の方ですか？シェッシェ。7位、バクグンさんありがとうございます。6位、ジョエルさんありがとうございます。5位、きなこ。5位、ウミちゃんさんありがとうございます。4位、マヨネーズさんありがとうございます。3位、ゆうちゃん、今からモバメ返事きちんとします。きちんとしてよ、きちんとして、待ってる、ありがとう。2位、アルドさんありがとうございます。1位、オリアジェシーさん、ジョーさんありがとうございます。タオありがとうございました。ありがとう、ほんまにありがとう、ほんまにサンキュー。え、みんなドーナツつけてるからドーナツ食べたくなった。公演終わりに配信してくれてありがとう。ありがとうございます。こちらこそ。ありがとうね、みんな。え、なんかだからさ、韓国、え、だから旅行ビザ、ね、旅行はできないけど、ビザがある人は、あの、PCR 検査がいらないってことですよね。短くして日本に来るのもいらない。短くして韓国行くのもいらない。それを検討中ってこと？旅行はいつからできるの？いやー、お疲れ様、ゆっくり休んでね、ありがとう。キモイシオン、キモイ、知らないの？イシイシオン、キモイって言ってる。イシヤキモだよ、イシヤキモイ。あー、隔離、隔離が免除ってこと？日本も。やったー、やったー、やった。はい、バイバイ。焼き芋売ってる。あ、ありがとうございます。じゃあほな、またね、また韓国行きたいよ、隔離なくなってね。バイバーイ。バイビー。バイビーって何？めっちゃワカニャンがバイビーって言ってるんだけどさ。